注意事項です。ご理解をよろしくお願いします。こんばんは、森井です。どうも、伊賀です。今回も EUFO やっていきます。前回は、ベルリンを取ったよ。今回起こすあるイベントの最後の準備を進めましたね。そうだ、森井、わかったよ。何がですか？あるイベントが何か。おお、何でしょう？フランス革命。おお、正解です。どうしてわかったんですか？森井が先にサムネを作っているのを見ました。正直でよろしいですが、それは分かったではなく知っただと思いますよ。それでフランス革命どうやって起こすの？ごまかせてませんが、まあ良いでしょう。今回はフランス革命を順に追っていきましょう。と言いたいのですが、最初に起きたのは宮廷と国家というイベントです。何これ？このイベントの条件、フランス革命の条件を満たそうとするとどうしても近くなるんですよね。もうすぐ時代が変わるので少しずつ進めていたんですが、結果的に宮廷と国家が先に起きてしまいました。まあ簡単に言えば内乱の一つでして、10年間不定期的に反乱軍が発生します。それは大変だ。今が1707年。1717年までですね。そしてこのタイミングで併合を進めていたティロルの併合も完了。ウィーンを完全に自国領に取り込んでおきます。1710年、革命の時代が到来。もう少し早く起こってくれたらよかったんですけどね。これがまずフランス革命の第一の条件です。でも森井、そもそもフランス革命ってどういうことが起こるの？それをこれから見ていくんですが。そうですね。革命の時代の一つ前の時代、絶対主義の時代というのがありましたけど、伊賀は絶対主義ってどういう主義だかわかりますか？わかりません。少しは考えましょうよ。もともと絶対主義の時代以前、王様はそこまで強い権限を持っていたわけではありませんでした。それぞれの土地を治める貴族が協力しなければ国内をまとめることができなかったのです。例えばですけど、その土地を治める貴族がいたとして、王様の政策に反対したとしましょう。すると、たとえその土地に住む人が王様の政策に賛成だったとしても、王様は政策を実施することはできません。王様なのに。そうです、王様なのにできないんです。この構図の場合、王様は基本的に貴族が賛成する政策しか実施できません。特に貴族の権益を少しでも損なう政策には貴族は絶対賛成しないですよね。自分が損をするんだもんね。そこで絶対主義の時代になると国内の権限を少しでも王様に集めようという動きが盛んになるわけですね。権限を持つ者が少なくなればなるほど、何か起こった時にスピーディーな対応ができるのがメリットです。絶対主義の時代、特に大国の王様はその権限をフル活用して、他国への侵略戦争などを行ったりしています。逆に言うとそうまでしなければ外政できなかったとも言えるんですが、そしてここからが本題なんですが、ちょうど今発生している宮廷と国家、という国難。これは王様に集まった権限を地方に返せ、という運動になります。先ほどスピーディーに物事を決められるとは言いましたが、権限を持つ者が少なくなればなるほど見られる範囲は少なくなるのもまた事実ですからね。その時にそぐわない政策、現状などが見えていない政策なども行われることになるんですよ。ここでポイントなのは、あくまでもこの運動をする人が求めているのは権利、であって王様の地位ではないという点ですね。王様は王様のままいてくれればいい。でも権利はちょうだい。ってこと。そういうことです。対してフランス革命を代表とする革命は、もう王様なんていらない、という運動です。この頃の王様は基本的に世襲制ですからね。前王ならともかく武王なら当然民衆は苦しむことになりますし、たとえ前王でも過去の武王が作った借金の返済をしなければならなかったりして、結果平民の生活がどんどん苦しくなっていったんですよね。それで王様なんていなければ、って考えたってこと。そういうことです。この流れを受けて海遊法でも絶対主義が高い方がより革命の発生率が上がるようですね。そして1715年ブランデンブルクでついにその革命の火が燃え上がり始めます。1717年、宮廷と国家の国難が終了。これでフランスでも革命の可能性が出てきましたね。そしてフランス革命の条件を満たすべく、借金を重ねていきます。借金するの、お金はいっぱいあるよ。先ほども言ったように革命には腐敗した王様、あるいは腐敗した政治という状況が必要なんですよ。
この借金はそんな条件を意図的に作り出すためのものですね。具体的には50個以上借金を抱えていることがフランス革命の条件になっています。他にも方法はありますが、多分これが一番簡単です。あ、でも国内の安定度は0にしておくと良いですね。国内が安定してるのに国なんて変だもんね。そういうことです。ただマイナス1になってしまうと内戦になってしまうのでどれだけ低くても0ですね。そして徐々に革命の熱が広がっていき、1724年にはフランスでも北部で革命熱が広がるようになってきました。そのまましばらく待機していると1726年には国難フランス革命のフラッグが登場しまして、1729年フランス革命最初のイベント三部会が発生します。ここで選択肢の上を選ぶと君主制を続けて革命派を弾圧するルートに、下を選ぶと革命派となって君主派を打倒するルートに進むことになります。もちろん今回選ぶのは下ですね。続けてイベントバスティーユの嵐が発動してフランスは革命フランスに。続けて選挙のイベントも発生します。怒涛の展開。革命政府になると帝国主義の開戦自由は使えなくなるので注意ですね。その代わりになる戦線自由が得られるんですけど、その前に国内の安定が必要です。先ほどの三部会のイベントの後、国内のどこかで君主派の反乱軍が発生するので、これを打ち倒しておく必要があります。その後も革命が落ち着くまでは反乱軍が湧くので敵自体をしていきましょう。安定度を下げている影響もありイベントでは反乱軍以外にも、各地の分離主義勢力は反乱を起こすので全部に対応しておきます。そして革命が発生したらもう借金をしておく必要はないので、持っているダカットで返せるだけ返還しておきましょう。この時、借りてからフランス革命のイベントまでの期間が空いているほど、利息の兼ね合いでおそらく足りません。加えてこの後国内は混乱状態なのでなかなか税収も上がらないでしょう。それって借金の返済できるの？そのための植民地ですよ。植民地国家は形式上国家として独立しているのでフランス国内がどれだけ混乱していようと経済活動を続けてくれます。これならある程度時間が経過すれば借金を返すことができますね。この借金をできるだけ多く返済し、早く安定に努めることが、その後の動きに大きく影響すると思います。植民地は偉大だった。少し進めるとイベント、恐怖政治が発生。これは史実でも起こった出来事のイベントですね。どういうイベント？フランス革命の後、実権を握ったロベスピエールという人物がいるのですが、彼は自分に逆らう者を次々と処刑をすることで地盤を固めようとしました。特に革命に反対する勢力の者は次々と処刑をしていたんですよね。怖いよ。だから恐怖政治なのですよ。さらにその手は元王様たちにも及びます。どういうこと？イベント、君主の運命が発生。フランス革命が起きた際、フランス国王と彼の家族は監禁されている形になっていたんですよね。表向きは革命家たちの操り人形となることで生きながらえていたのですが、裏では君主制を取り続ける国への脱出を計画していました。その計画は実行されることになるのですが失敗。彼らは捕らえられてしまいます。そしてこのイベントでは、彼らを処刑するかどうかが選べますね。革命を成功させるためにはここは上を選ぶ必要があります。こんなことで良いの？もちろん良くないですね。ここまで恐怖政治を続けるロベスピエールには当然反対派もいるわけで、イベント、恐怖政治の終わりが発生。ロベスピエールを逮捕して処刑するか、恐怖政治を続けるかを選ぶことができます。終わらそう？良くないよ。そうですね。彼を逮捕して終わりにしましょう。そして彼の次に台頭してきたのが、あのナポレオンです。イベント、ナポレオン、ボナパルトが発生。ここでの選択肢次第でナポレオンを共和制における代表、執政官に選ぶことができます。もちろんここは彼を執政官に選びましょう。そして1733年、フランス革命は一旦落ち着きます。なんだか激動だったね。本当ですね。実際反乱軍がどんどん発生するので対応に追われて戦争どころではありませんでしたよ。幸い他の国も反乱対応に追われているのか。停戦の切れた国が宣戦布告してくることもありませんでしたが、それにしても、おかしいですね。どうかしたの？革命終了後にもう一つイベントがあったはずなんですが、もしかしたら何か失敗したのかもしれません。いろいろ大変だったからね。あ、来た。どうしたの？
あれから少し時間を進めて、革命軍の力を試そうと宣戦布告したのですが、イベント、帝国への同型、が発生。これで、フランスは革命帝国になることができます。革命帝国、なんか凄そう。革命を成し遂げたものの、混乱が続いたフランス国内。そこに現れた優秀な男ナポレオン。優秀な人物がいるならやはりその人に権限をまとめた方が良いんじゃないか。という思想で生まれたのが革命帝国ですね。まあナポレオン自身の野心もあったんでしょうけど。なんか人って難しいね。それだけ革命という大きな変化を受け入れるのは大変だったということでしょうね。そして私も緊張感がありました。無事成し遂げられて何よりです。フランス革命を無事に成し遂げ区切りもいいですし今回はここまでにしますか。次回はこの革命をした軍の強さを見つつ、世界に革命を広げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー励みになります。高評価やコメントも嬉しいんだぜ。また見てくれよなー。